て知りたかビューティー部、今回はコンビニコスメ特集です。マコさんは使うことありますか？今日口紅忘れたっていうような時に買いに行って、はい、期待してなかったけどめっちゃいいみたいな経験ありますか？そういう方も、ね、いらっしゃるかもしれませんね。最近はですね、若い世代を中心にお手頃な価格でクオリティの高いコスメがコンビニで買えるということで話題になっているんです。見たらきっとコンビニに走りたくなる優秀なアイテムがたくさん登場します。今回はセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートで買える話題のコンビニコスメを徹底調査します。まず最初に紹介するのはセブンイレブンで韓国コスメの取り扱いがスタート。明日から順次発売されるのが韓国で人気のコスメブランド、クリオの姉妹ブランド、トゥインクルポップ by クリオ。鮮やかな発色、そしてラメをふんだんに使ったキラキラとしたアイテムが非常に特徴的となっておりまして、メイク初心者の方でもアイドルのようなメイクを楽しんでいただけるということが可能になっております。日韓両国で非常に高い知名度を誇るクリオさんを買い取り扱わせていただくことによって、このコスメがあるからセブンイレブンに買いに行こうという需要が新しく取っていけるかな。中でも広報遅澤さんのおすすめは4色がセットになったグリッターアイパレット。プチプラながら見たままの鮮やかな発色がポイントなんだそう。ということで早速私一足先にお試しさせていただきます。おー結構発色いい。でも可愛い。結構わかりやすいかも。結構派手なオレンジかなと思ったけどそんなことない、馴染んでくれる。キラキラのグリッターを上から重ねるといい輝き。どうでしょうか、私もこれで韓国アイドルにちょっとでも近づけたんじゃないでしょうか。すごい可愛い、すごい発色よくってテクニックも特にいらず、なんか誰でもおしゃれな目元になれる感じです。こちらはピンク系のパレット、一見甘めなピンクですが塗るとスモーキーで大人っぽい目元になれますよ。あ、本当だ。そしてもう一つの一押しがこちら。おお、キラキラ、綺麗。コンビニコスメとしては珍しい大粒のラメが入ったジェリーグリッター。肌にピタッと密着して一日中キラキラをキープできます。これもっとアイドルじゃないですか。ラメの大きさが大きいんで華やかさすごくあります。キワとかにチョンってのせれば日常でも使えそう。続いてはコンビニコスメブームの火付け役ローソン。人気の韓国コスメブランドロム&と共同開発したアンドバイロム&。気軽にお試しができるミニサイズで発売当初は品薄になるほど人気に。女性のバッグが小さくなってると思うので持ち運びに便利なサイズ感っていうところも意識してコンビニエンスストアっていうところもあるんですけど、毎日のメイクで使いやすいカラーっていうところにこだわっています。今年3月に発売された新作がこれからの紫外線対策にぴったりの下地、グラッシーミルキートーンアップ。お試しするのは KBC の松村可憐記者。報道現場においてシンプルなメイクが多いという松村記者が韓国メイクをガチリポート。下地がこんな小さいってなかなか見たことない。結構しっとりしてて伸びがとってもいいです。白くなりすぎずなんか日本人の肌に馴染みやすそう。コンビニサイズのコンパクトなクッションファンデーションはふんわりセミマットな仕上がりに。マット感もありつつツヤ感も残りつつみたいな感じですごいちょうどいい感じですね。なんかこれがコンビニで買えると思うとなんかびっくりです。ロム&でも人気のリップティントは肌なじみもよく使いやすい5色が揃います。肌にこうピタッと吸い付くような塗り心地。急遽ちょっと取材相手の人に会うとかってなったらほぼすっぴんみたいな感じではいけないので、こういうツヤ感の出る下地とかすぐちょっとコンビニ駆け込んで整うのはめちゃくちゃ便利です。韓国コスメの2社に対しオーガニックコスメで勝負しているのがファミリーマート。オーガニックコスメの人気ショップコスメキッチンと協業し、成分にこだわった本格スキンケアブランドミティアオーガニックを展開しています。今シーズンはトゥイーティーとコラボした限定パッケージも登場していますよ。可愛いですよね。リップも
オーガニックブナエキスをすべてのアイテムに配合させていただいてるんですけれども、逆齢植物というふうに年齢を重ねていくたびに生命力がアップしていくっていうのが若々しさの象徴と言われている植物なんですね。試してもらうのは美容家電マニアでもあり、人一倍美肌願望が強いフリーアナウンサーの松下由衣。ありがとうございます。かわいい。ほら、めっちゃかわいい。トゥイーティー大好きです、私。まず使ってみたのはホワイトニングセラムローション。広報さんによると、開発試作に130回以上かけ、この成分でこの価格では出せないというほどこだわりの詰まった化粧水なんだとか。香りが良すぎる。森に包まれてます、今私は。ああ、保湿力もすごい。もうこれだけで美容液のような感覚。一番人気のインテンシブマスクはパケ買いやちょっとしたギフトとしても売れているそう。あのパッケージのトゥイーティーちゃんが鏡持ってほらもうお肌のケアしちゃってるんですよ。10分パックするだけで肌荒れや毛穴のお悩みをケアしてくれる即効性がポイント。気になる時にコンビニにさっと駆け込んで買えるのも嬉しいですよね。ひらりん、もちもちになりました。毛穴も引き締まった気がしますね。ナチュラルな血色を出してくれるリップセラムはポーチやミニバッグにもすっぽり入るミニサイズ。これまでオーガニックコスメを使ったことがない人や男性でもコンビニなら手に取りやすいですよね。本当に保湿クリーム、リップクリームと同じ。持ち運びやすくて可愛くて、うん、いや素晴らしい。今日あの終わってから駆け込もうと思います。ぜひ、ね、しっかり買いに行けますからね。終わってから時間あるからゆっくり。そうだよね。何はともあれ絶対24時間ってことですね。基本的にね。買いに行けるっていう魅力もありますよね。各社の広報さんによりますと、コンビニコスメってこう緊急で忘れたから買いに行くってイメージが今まであったんですが、うん、はい、そうじゃなくてわざわざコンビニにコスメを買いに来てほしいっていう思いがあるそうです。そして韓国コスメに関しては10代や20代の若い世代に来てもらいたいという狙いもあるということです。皆さんもコンビニコスメ試してみてください。進化